中学受験まで105日のんびり屋の娘との中学受験の記録です。昨日は、運動会でした。運動会の後通常通り土徳の授業に行くかどうか問題があったんですけれども、結局行かせました。朝の、様子と一日どんな風に過ごしたかを記録しておきます。運動会の都合にお願いします。行きます。へちょっとバーガーに送るから。それもいいな。私は嫌なの、分かった。じゃあそれはいいけど、なんだっけ、リレー戦の、順番教えて。赤組5番分かった。誰の後、ルリちゃんの後分かった。で、どうする、今日は終わってまっすぐ行く。だってそれが一番近いじゃん。うん、それでいい。なんか食べ物持っていく。何持ったの。パン。パン、パンも入れてあるの。どこで食べるの。駅の前。ダメだよ、ダメダメダメ、そんなの食べながら歩けないし。いつもやってるし。だからそれで怒られてるでしょ。だから、うん、そのまま行くとき、だからダメだって怒られる。周りにもらうじゃん。うん、でもおにぎりでしょ。ご飯なんだよ。どうしよう。ママと会うときあるっけ。ないね。ママと会うときない。ない。うん、分かった。で、これは全部書いてくれてんの。どこの場所で出るかっていうの。書いてあるじゃん、夢見ればいいじゃん。そのみかんどうするの、どこで。え、運動会終わってから塾に行く途中にね。さすがっす。7時45分には学校へ行き、8時半から3時半頃までが運動会でした。夢だったリレー戦にも出られて、充実感がいっぱいの時間だったようです。その後、学校から直接塾へ向かい、質問教室に出て8時過ぎに帰ってきて夕食を食べて、翌日の模試の山をかけてちょっと親子で、クイズを出し合いながら、まあ、ちょっと勉強的なことをして、寝たような形です。どうさせるか、親子でちょっと悩んだんですけれども、まあ、今までの経験から帰ってきてお昼寝してぐずぐずしていたり、それでまたママに怒られたりするんだったら塾に行く方がいいし、お友達もみんな来ていたということで、自分で運動会の後、もし塾に行くことを決めました。随分タフになってきたなと思いますし、本当に成長を感じることができる一日でした。あと105日頑張っていきたいです。